髪の色やばい。こんにちは、ピロです。今日はですね、YOASOBIさんの新曲がプレミア公開になるってことで、プレミア公開と同時に1ミリも聞いたことない曲初見で弾いてみたっていうシリーズをね、撮っていきたいんですが、結構バタバタしちゃって、あと6分ぐらいで始まっちゃうんで、ちょっととりあえずオープニングだけ。お願いします。これで。プレミア公開。あ、ちょっとメッセージ残しとこうか。聞いたー。あと3分ぐらい。流れるんかな、このまま。いける？俺のギターも入ってるよね。やっぱ青色がね、こうちょっと貴重になってる感じなんで、今日はこの青色のエレキギターを使って弾いていこうと思います。まもなくプレミア公開、お！来たねー。多分これがプレミアのオープニング映像で、これが終わった後に曲始まるのかな。でも前回出たアドベンチャーって曲が結構アップテンポだったから、若干静かめの曲になるかもしれないですね。今回は偽装来るね。ちょっと外のモニター切っちゃうね。おー、水だ。海だね、多分。結構シンプルな。やっぱ静かめだね。おわ、サビ？あー、なんかね、サビだけ転調してるわ。これ基本は B マイナーで、A で、違う、B マイナーじゃないわ。そう、B マイナー。A でしょ？ F シャープマイナーで B マイナー、G、A。F シャープマイナーの B マイナーだけど、サビがね、あれ？サビ来るんじゃない？で、じゃん。来ないね。来るよ、来るよ、来るよ。え？また違うキーになった？また転調だね。ギターが映ってない。
また思った？ああ、そういうことね。終わったっぽいね。終わった。静かで、とても、心地よい曲でしたね。なんかね、すごかった。最初、Bmで、Bmで始まったんだけど、急にサビで、Em行ったかな？なって、で、その後しばらくしてまた A メロで、Bmに戻ったんだけど、次のサビは Em じゃなくて、Dmb、C で、A シャープで、D シャープマイナーになってて、で、その後、F マイナーに行ったんかな？で、最後は、冒頭の B マイナーの半音上。だから、転調した分半音上に行って、C マイナーで終わるっていう。なんか、すごい転調の仕方してた。けど、なんか全部綺麗に繋がってて、心地よかったですね。もっとギターなんか色々できたような気もするんだけど、あんま攻めれなかったかも。めっちゃいい曲だったな。一応コードはね、分かったはず、感想をコメントで教えてください。はい、ということで、YOASOBIさんで、海のまにまにプレミア公開と一緒に合わせて弾いてみました。リクエストとかあればまたコメントで教えてください。そして、チャンネル登録といいね、お願いします。それではまた、次の動画でお会いしましょう。お返しします。